マリオ、エスタイムマシンは、1993年に、日本国外で発売された、PC、a t 互換機、スーパー・ニンテンドー・エンターテイメントシステム及び、ニンテンドー・エンターテイメントシステム用歴史、学習ゲームソフト。なお、NES 版は1994年に発売された。日本国内では、未発売。アメリカでは同様の教育ソフトウェアシリーズが、 複数発売されている。マリオとヨッシーは博物館に来たところ中の宝物が盗まれたらしく探してほしいらしい。それで中に入ろうとした途端にヨッシーがクッパに捕まってしまう。ステージは8つでノコノコが3匹出てきて真ん中にタイムマシーンがある。全員倒すと盗まれた宝物が出てくる。一番奥は最初はいけないが、 元に戻すと行けるようになっているが標識がテストになっているのと、ステージがレンガで固めてある。入ろうとすると、今まで言った国の三問クイズがあり全部正解すると、中に入れて、クッパがいるが3回踏むと鍵になり、奥の鍵穴に入れると、牢屋の扉が開いてヨッシーが助けられる。ありがとうございます。